ハム2連勝。日本ハム楽天13回戦、日本ハムが楽天に6対2で勝利。ハム勝ったで。正義一球セーブ。ハムの守護神がドキドキさせんなよ。あっさりやな。最後危なかったな。花村しばらく休めるから大丈夫でしょう。今日は総じて良き采配でした。楽天負けました。小蛇が頑張ってたからなんとかしたかったな。試合内容は面白い。初球振ったのは良かったよ。フランコ打てなくて負けたなんて久しぶり。楽天先発小蛇 7.1 回4失点。小蛇はようやりすぎ。小蛇の成長のためだけの試合やな。小蛇に勝ちつけてあげたかったけどね。楽天リリーフ渡辺 0.1 回2失点。渡辺もダメすぎやな。渡辺濃厚すぎるわ。渡辺さんいつもこんなやんけ。日本ハム先発金村 8.2 回2失点。金村の HQS 守られる。金村完投見たかったね。金村もいい経験できただろ。日本ハム田中セーブ。正義執行。セーブつくから正義に変えたのはわかる。わかるがめちゃくちゃ怖いね。まあ正義にセーブついたってことで。楽天打撃成績。フランコから打点。ええぞフランコ。フランコナイス最低限。辰巳タイムリー。辰巳ナイバッチ。辰巳好調やな。日本ハム打撃成績。水谷先制ホームラン。水谷信じてた。水谷ガッツと強いハム。万波ホームラン。万波やるやん。万波今日も打った。マルティネス2点タイムリー。マルちゃん冷静。復活のマルちゃん。石井2点タイムリー。石井よくやった。さすが石井絶好調。ご視聴ありがとうございました。話題の野球情報をお届けしていますので、チャンネル登録をよろしくお願いします。